再び6000、78。今日はもう落とさないようにします。入ってわずか数分ですけど順調に下がってきますね。すげえこれすごいこれ93まであった。うわ過呼吸になるのこれ。頭が逆にフラフラ。でも呼吸をするとここまで上がるってことが分かりましたね。これはもしかしていいかもな。持ってこうかな。このぐらいしたら上がるんだ。70ぐらいでキープした方がいいかな。これ使わないでも88まで上げられるけど逆に頭がクラクラす。これ分かったんですけど柔軟とかにすると眠くなるんですね。酸素濃度が少なくなると頭に酸素がいかなくなると。でも酸素を頭に送んないよりかはいいかもしれない。これだと体力が2週間持つかどうかだ。現地でねいっぱい使わないといけないんでこの頭のクラクラ感でどうやっていろんなギアを使えるか試さないと。ツアイスの 1.8 の24なのかも。24ミリだ。これ結構いいんですけど動き味も自動にするにはある程度遠くから行かないとダメなんですよね。だからこうやって自撮り棒をつけたいんですけどこれでログはしながら行けます。ベルゴンのウルトラスティックセルフィー全部ここにつけます。でスマートリモートコントロールってアプリを開くんですよね。するとこっちのにはで見れてます。マニュアルにすると全部変えられる。シャッタースピードも F 値もこれ遠隔で。これあれなんですよね。これ5100しか変えられないんですよ。6000はね変えられない。動画がなぜか分かんないけど今のところですねアップグレードされるかもしれない。こうなんですよ。6分間は少なくとも歩き続けるようにしましょう。今日はこれね部屋にもつけようと思えば150万つけられるらしいんですけど窒素とかいろんな問題があるんで、まあ、自分の場合三浦さんが近いんでうわダメだこれ。ぐわいや、休めばいけるようになったな。
それで特訓して休んだら62ぐらいまで行くんだった。これがいいかもしれないです。あ、いや、これね、これで行こう。はあ、いい、これで行こう。これがこんなに役に立つとは、ほんといいかも。